ですね、はい、僕ら何してます、いつも遊んでる。いや釣りの話よ。エギングでしょ。そうです、はい、リーグレと言ったらやっぱエギングメインでやっておりますんで、エギングしか見ないんだから決め込んでるでしょ。諦めないで。もうね、春になっちゃうんじゃないかと、準備をそろそろしておこうじゃないかということで、今回ですね、春のエギングに効果的な家の紹介。春の準備ということで、はい、皆さんのね、おすすめのエギをですね、紹介していただこうと思います。よし、赤くそ、まだ直そお前ら学習すぎてる。じゃあ最初は誰から行く、うん、いいのさ、どうぞどうぞどうぞ。いいんですか。はい、なんか、しょぼけあってもいいですよ。いいですよ。ふみん、エギングエギングバカしかもないな。ふみん、エギングするんですか。基本アジニストですけどね、私みたいなもんは。いや、ちょっと待って、味にするやめますって言うて。0.5g 以下をこう、自由に使える味クロットが欲しいです、そろそろ。もう、味にするやめます。いやいや、味にするっていう武器は置きます。山口百恵みたいな感じでこう、置きますよね。一瞬、氷河期にしてやめる。はい、ということで、もう早速、紹介の方はね、行きましょうかね。ですね、私が紹介するのが、はい、ラートマスター、ラートル、スレイカマスターですね。これもずっと使ってるんですよ、うんうんうん、し始めた頃からずっと。もう一つ、これもまたダートマスターのサーチなんですけど、はい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 、このモンスターマスターですね、似たような色やね、似たような色、この色好きなんですよ。これもう一丁とりあえず出そうかなと思ったんですけど、あ、うん、2個までなんで、ほぼほぼ一緒です、これサクッと見せれますけど、はい、一緒でしょ。シルエットマスターなんですよ。私、マスターがつかないと信用できないんですよ。マスターがつかないと、ジェダイですから、私は。ジェダイです。続いて、モッチ。はい、モッチです。実は私、釣り具屋さん主催のエギング大会で俺、優勝したんですよ。うん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 。ちゃんと、あの、2キロオーバーなんで。ワンデーで釣っとるからね。そう。その時に使ってたエギなんですけど、ムラチェです。おー。山下のムラチェリーか。のスーパーシャロータイプですね。イメージ的に、めちゃめちゃドシャローの、水深どんくらいかな、2、3メーターとかの。はい、もう本当はエギが下にステイしてるのが見えるぐらいの、ドシャロー。やっぱ春イカって言ったら、あの産卵期なんで、藻場で藻がこう生えてるとこをこうピョンピョンって越えてきて、うん、でゆっくり落としてボトムでステイさせてるみたいな、うん、誘うっていうよりも警戒してこう攻撃に来るみたいな感じだったんでしょうけど、真っ黒のイカがドッて来て、うん、スッて持っていったんです。見えるのいいよね。そう、もうほんと目の前で横からすっ黒い風がドッ、やばっていうエギです。春はスーパーシャロー、はいはいはい、まあシャロータイプも水深とか、そう、ね、潮の流れとかその状況に応じて使い分けれればいいかなって思うんですけど、なるほど。自分はムラチェのもう一本縛りで、はい、もう下げてるエギ全部ムラチェってな感じで、はい、もっちはムラチェです。あ、ありがとうございます。はい、続いて翔太です。はい、まあ、自分も今さっきモッチがあの説明したあのブラチェブルーボーがメインです、うん、今回ちょっと持ってきたエギは違うんですけど、ほう、モエモエグリーン、まだ新しい方のどっちかって言ったらエギなんですけど、はいはいはい、はい、これが結構サブでっていうか、まあメインに近いぐらいで、これもみんなあの SNS とか見たら使ってるよね。そうですね、結構上がってきたエギの人なんか売り切れになったとか。そうですね、なりましたね、最初スタートの頃はですね。俺これね、発売された時もうデュエルのサポーターさせてもらったっけ、うんうん、使ったことないですよ、これ。ああ、俺もない。サポーターじゃないよ。急に違うよ。でも一番サポートしてる。気持ちはデュエルサポーターの中で一番サポーターじゃないんだよ。ないのよ。これもう一本ですね。これは使ったことないです、まだ。これはワイルドチェイスの鹿児島在住の方がですね、うん、作られの子供が作られた監修したエギになるんですけど、ハヤトオレンジって言っても手には入らないんですけど。あ、そうなの。自分もこれも見せびらかしたな、また。また見せびらかしたな。違うんですよ、正規で買えなかったんですよ。メルカリで買ったっすね。いくらだ、メルカリでいくら。1本3000。ダートがめちゃめちゃ綺麗で飛距離も伸ばせるっていうところがあって、まあ、今季の春ちょっと使ってみたいなっていう意味です。ちょっと背中はぽっくりしてる感じですね。シュッてシュッてしてる、かっこいい。匂いはどうですか。匂いがつかないムシューだ。はい、次はね、ふみお。はい、自分はですね、かぶってるんですけど。いやいや、ちょっと待って、もう一個も見しても先に。どっちも
かぶってるんですよ、皆さん。どういうことよ、これ。言うても、でも、こっちにいたって、俺、これで3キロ釣ってますから。あ、確かに。うん。という感じで、萌えちゃんはですね、まあ、これもうすごく自分のないやん、もうないっすね、これ。じゃあ根拠は萌え具で3キロ、萌え具で3キロいっちゃおうかなと、はい、いうことですね。ぜひお願いします。はい、続いてマックンです。はい、最後ですね、はい、僕はもうデュエルのサポーターさんやらせてもらってるんで。まずこの、まあ皆さんご存知、リアルイソスジエビ、最高に高い。いやいやいや、そのリアイソもうネのものです。ネのものにやられたやつ。はい、イカじゃないと。イカじゃないです。これの今これ3号なんですよね。はいはいはい、はい、まあまあ3点後でもいいんですけど、晴れってことで一応今回は3号の方、うんうんうん、もうちょっとまあ用意させていただきました。なるほど。浅瀬でもっていうところですよね、うんうん。で、僕これ好きなのがダートマスターなんですけど、落ちるときめちゃくちゃこんな感じで落ちてくるんですよ。ツーンって、ツーンの時のこっちの糸の感じがすごく伝わりやすくて、で、ダートマスター好きなんですよね。まあ、ダートもやっぱもちろんするし、ってことで一応、まあ、色的にも一番これ、まあ2キロ釣ったのも、まあ、リアイソーそうね、はい、実績あるやつで、今年の春も行かせていただきたいなと思ってますんで、なるほど、合わせてきましたんで。大きくね。もちろん合わせてきました。で、まあ、まあ、DL を一つちょっと紹介したということで、はいはいはい、僕2本目、ヨズリさんいきます。行かせていただきます。サポーターじゃないのに。いやいや、サポーターだからね。サポーターよりのサポーターだから。これはですね、ロングキャストのスロータイプになります、うん、今回、うんうんうん、山下さんのシャロー、スーパーシャローの間ぐらい落ちるスピード、僕の感覚的には多分そんな感じ。まだ春使ったことないんですけど、今回ちょっとこれ使っていこうかなって。浅瀬で、そうですね、やっぱ3メートルぐらいのとこで試してみたいなって感じの。これも動画内で、一応どんな感じかも伝えていけたらなと思ってますんで、うん、なるほど、はい、回しもんじゃないから、僕は。回しに回されてるよ。回してって言ってないのに回した。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今回山下とデュエル大釣りスクイットマニアか、うん、ということで、今回皆さんこのエギで春一回やっていくってことですね。やっていくのも早くんかなと思ってますもん、はい、ドキドキしてますから、うん、ドキドキしてます。あと1ヶ月ですね、はい、やってる1ヶ月です、うん、はい、それと僕たちご報告がありますよね、今回。何ですか。え、何の話。え、この年で始めたでしょ。 TikTok 始めましたんで。ジジイどもで、ジジイどもが TikTok を始めましたんで、未公開シーンとかも短編で載ったりとかするんで、そこも結構めちゃくちゃ俺は面白くてお知らせしたいなと思ってて、概要欄貼ってますんでちょっとチェックしてみてください。あとコメントなんかも皆さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、どうぞ。この我々頑張るとか言ってるけど、一番頑張ってほしいのはうちのリロレなんですよ。昨日か上げてないんですよ。皆さんも思ってますよね、春はお前が一番頑張れやろと。はい、ということでご紹介に預かりました。リロレでございます。いや、今季はね、本当もう2キロいきますんで、皆さん、うん、待っといてください。はい、これいかなかったらロリレにしてください。今季はね、2キロ目指して頑張りますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。コメントしてください。リロレ頑張ると、今季は頑張ると、横で2キロ釣られてる場合じゃないよと。そういうことなんで、よろしくお願いします。リロレメンバーも全力で、はい、リルレをサポートしていくので、まあね、リルレさん今後頑張ってくれるんじゃないかと、うん、もう方は、まあ、高評価と、はい、ベルマーク、ベルマーク頑張れよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。待ちたいよ。